番組すくすく赤チャンネル、今週は乳幼児の骨の病気くる病についてお伝えします。最近乳幼児の間でビタミン D などの栄養不足によるくる病が増えているといいます。これはくる病の子どものレントゲン写真。腕の骨の先端部分がブラシ状に毛羽立っています。普通に骨が柔らかくって、それでこう縦に行くべきやつが横に行っちゃってるから、ここが広くなってっていうことです。くる病は骨が曲がって変形したり柔らかくなったりする病気で、重度の O脚になったり進行すると体格の成長にも悪影響が出ます。骨の成長に必要なビタミン D やカルシウム、リンなどの栄養不足が主な原因です。 3,4 ヶ月を過ぎて 2,3 歳ぐらいまでの間に、もしビタミン D が足らないだとかカルシウムが足らないだとかっていうような状態が起こってくると、O脚が出てくる。それでその O脚がひどくなると歩きにくくなる、歩いた時に痛みを感じると、そういうような症状が起こってくるわけですよね。食料事情の改善された現代ですが、過度に日光を避けることや赤ちゃんを母乳だけで育てたり、アレルギーが原因で食事が偏ることなどがくる病の増加の背景として考えられています。ビタミン D がどうしても母乳だと少し足らないかなと。それでそのビタミン D を作るっていうのが日光なんですね。あの紫外線なんです。あの完全母乳で構わないんですけど、完全母乳をするんだったらぜひ日光浴もぜひやってくださいということですよね。日光浴は沖縄の場合、朝や夕方の日差しの柔らかい時間帯に1日5、6分ほど行うのが目安です。ビタミン D っていうのは結構貯めることできるんですね。もし毎日やることはちょっと難しいという場合には、1週間に一度30分から1時間、これぐらいこう優しい日差しのところで日光浴すれば、それで OK だと思います。